はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第311回でございます。今回は受験の結果報告をしてくれたあなたへというテーマでございます。でこれはですね、もともと顔出しで話す予定だったんですが、たまたまなんですけど311っていう311ですよね。まあこの前震災から9年が経ったっていうのもテレビでやってましたが、自分誕生日が3月11日なんです。で本当ね、別に狙ったわけではなくって、たまたま誕生日付近311付近にこの311回が来ましたんで、ちょっとね、まあ、うちはネタっていうところもあるんですが、ダラダラジオでこれを話していこうと思います。で、まあ関係ねえじゃん私と思う方もいるかもしれないんですが、まあ、それでも結構なんかいろんな人に聞いてほしいなっていう今回は話なので、まあ、よかったらねお時間取っていただけると嬉しいところです。で、まあ、本編ね話していくんですけど、こう今ツイッターの DM を開けてるんですね。まあ、ちょっと前に、院内学級の話があって、それの情報欲しかったんでそこから開けてるんですよ。で、まあ、そこからまあ、開けた状態にしてあってたら返信はしませんというのはまあ前提で書いてあるので返信はしてないんですけど、こう合否の結果をですね、今まではメールでいただいたりとかコメント欄でくれた方が多かったんですけど、まあ DM が空いてるっていうことで、すごいそこにね、あの合否の結果をね、合格しました、まあ不合格でしたっていうのをたくさん今送ってくれてます。おそらくまあ 2,300 人ぐらい送ってくれてると思うんですが、でまあ返信ができてないので、ほとんどの方にね、なのでここでちょっと思ったことを喋っていこうと思います。でまずは、合格した皆さん、本当におめでとうございます。まあ、第一志望の方、第一志望じゃなかった方、いろいろねいましたけども、やっぱりこう嬉しいというかっていうのがすごく文面からにじみ出ていて、なんか読んでる自分もとっても嬉しかったです。しかもね、みんなあったかくてさ、こうハイチさんの動画のおかげでとか、たくさん励まされました、頑張れてきました、ありがとうございましたって言ってくれて、本当にね、まあ、毎回言ってることにはなってしまうんだけど、こうやって長くこの活動を続けてきてよかったなと心から思わせてくれる瞬間をねたくさんいただいております。本当にねありがとうございます。でぜひね、自分がいつもね思ってることなんですけど、こう自分もねみんなの力に多少なりとも慣れてるとは思ってる、まあ、このねチャンネル見に来てくれてるからさ思ってるんですけど、一番はみんな自身が頑張ったんです。努力したのは、戦ったのはみんな自身です。だからその自分自身のことを褒めてあげるっていうことも忘れずにしてください。そして、身近でお世話になった方、まあ、それが親御さんなのか学校の先生なのか塾の先生なのか、ね、恋人とか友達なのかわからないですけど、ぜひ、感謝の言葉っていうのを伝えるようにしてください。それが、みんなにとって大きな一歩になることもありますので、自分にもね言ってくれてすごく嬉しかったんですけど、同じように、身近な大切な人にも伝えてもらえたらと思います。そして、今度はね不合格だった方ですね、まあ、その第一志望に受からなくてっていう方も含めるし、浪人が決まりましたっていう方とか、まあ、いろんな状況があります。例えば高校入試で、多くの地域がさ最初に出願しますよね。公立出願した後に多分出願先変更期間が設けられてて倍率が出るから、で倍率が高かったからその下げたと、で下げたら、その下げたことにすごい後悔してたりとか、下げた先がその変更期間の後に倍率がめちゃめちゃ高くなってしまって受からなかった。でしかももともと受ける予定だったところがさ、よくある話だけど高いところ、レベルが高いところが倍率高いと流れるんだよね。その同じように変更で下に下ろす方が増えるから、もしかしたらそっち受けてた方が受かったかもしれないっていうんでめちゃくちゃへこんでる方とか、まあ、いろんな状況があります、あるんですが、まあ今もしかしたらね、その絶望のどん底にいる方にはまだ届かない言葉かもしれないんですが、どこに行くかっていう場所も大事です。確かにその進学先とかね、まあ、就職先もそうだけど、どこで勉強するのか、どこの学校に通うのか、どこで働くのか、もちろん大事けれど、どこに行くかよりもその行った場所で何をするかの方がもう何千万倍大事。はい、以前喋った時よりね倍率上げていきましたけど、本当そう、大事なのそっちの方が。第一志望に、まあ、みんなが行きたかった第一志望に行ったとしても、そこでどんどん堕落していく方だっているんだって。
そこの学校に行った、まあ、高校だったら1学年300人ぐらいなのかな、もっとか、でもそのぐらいだよねきっとね。300人の方が全員が全員充実してるわけがない、ないんだって。だったらみんなは第一志望行けなかったかもしれないよ。もしかしたら不本意な高校に進学するかもしれない。でも3年後卒業した時にその高校を、もともと行くはずだった高校に通ってた子よりもスキルアップレベルアップする、そのためにそうやって3年間過ごしてやるぜ、見てろよこの野郎って思ってもらえたら嬉しいなって思います。です。それがまず一番言いたいことです。であとね、もう一個はですね、その落ちてしまったんだけどやりきれたから後悔はないですって、本当にありがとうございましたみたいな、その落ちたことをしっかり受け入れて前に進もうって、その自分がね、その今の言った言葉、どこに行くかよりもそこで何をするかのが大事ってよく言ってたから、それもメールでね、あ DM で書いてくれて、そうやってハイジさんおっしゃってたんで、その場所で今言ったやつね見返そうと思います、頑張ります、応援しててください、これからもよろしくお願いしますみたいな書いてくれてる子もすごくいっぱいいるの。なんかもう胸がキュッてくね、こう掴まれる感じで、本当に頑張れよって応援したくなる。でその気持ち、応援したくなるっていう気持ちも今回伝えたかったとこではあるんだけど、実は一個余計なお世話かもしれないんだけど、一個言いたいことがあって、わかんない、そのみんながさあとそれを送ってくれた方が本当にね受け入れきれていて、もう完全に前向きな気持ちに慣れてるんであれば、もう俺が今から喋ることなんてもうね、本当ゴミ箱ぐちゃぐちゃぐちゃってして、ゴミ箱にシュッて投げちゃって構わないんだけど、まず泣いていいぞってすごく思ったの。それは何人かの、その同じね落ちてしまったって方も何人かいるから、その何人か読んだ中で思った方がいて、文面無理してないかって思ったのね。その自分も塾講師やってる時にさ、第一志望に受かるそのパーセンテージは結構高い方だったと思うんだけど、でもやっぱりそうもいかない子もいて、で落ちた後に面談するわけよ。俺は絶対2社面するって決めてたから、その親御さんを交えずに、親御さんとは2人で2社面、生徒とは2人で2社面っていう形でやってたんだけど、その生徒と話してる時に、まあ、同じような子もいるわけ、もうニコニコ頑張ってニコニコしてさ報告してくれてて、でもね頑張ったからいいんですみたいな、頑張りますみたいなって言った時に、なんかその時のその子の顔とかやっぱりさ覚えてるから、それがすごく文面 DM を読んでて感じちゃったわけよ。だからその時も、塾講師の時もやっぱ言ってたけど、お前無理してねえかって、その今まあ俺仲良かったからお前とか言っちゃってたからさ、お前がねそのそうやって言ってくれてるのは嬉しい、そうやって前向きに捉えて前向きに思ってる気持ちを否定するつもりは全然ない。でも悔しいだろうし、悔しいのは、一番悔しいのはお前だし、一番悲しいのもお前だし、一回それ吐き出さないっていう話をよくしてたのね。でまあ仲良かったからっていうのはもちろんあると思うんだけど、それでもめちゃくちゃ号泣して、もう泣き崩れるように、多分それをすごい我慢してたんだよねきっとね。そうで、ある程度もうわーって悔しかった、悲しかったって、なんで私落ちちゃったんだろうつってってなっちゃったけど、でもそれもちゃんと踏まえてそこまで終わって、でその後にある程度もう出し切ったらね、その後にでも頑張るから私って言った、そのでも頑張るからだったらいいんだ本当に。その文、メール DM 送ってくれた子もそうなの、だったらいい、全部を吐き出してその上で前を向いてるんだったら頑張れ応援してるからって言うんだけど、もしそうじゃなくて、まだモヤモヤしてしまってる、それを出し切れてない方がもし DM 送ってくれて、このダラダラジオもし聞いていたら、まあ俺返信はできないけど DM でいいよ、愚痴ってもうなんかうわーって書いてくれても構わん、全然読むから、俺 DM は読んでるんで一応全部、そう構わんからさ、吐き出してごらんの方がいいよ、もう泣くだけ泣いた方がいい絶対に。悲しいのも悔しいのも辛いのも、ね、学校の先生に申し訳ない、塾の先生に申し訳ない、親に申し訳ない、ハイチ先生に申し訳ないって言ってくれる子もいるんだけども、違うって、悔しいのは自分だから、だから自分のために泣いてほしいなって、泣いてほしいなっていうか感情を出し切ってほしいなっていうのを思ってですね、それをどうしても今回伝えたくて、
ダラダラジオをね撮らせて、まあこのうちわネタで本当ちょっと申し訳なかったんだけど喋らせてもらいました。今回受験だけじゃなくって、この先ね、その今受験、まあ、今回受かった方もそうだし、今普通に受験関係ない状況にいる方もそうなんだけど、人生生きてたらさ、悔しい場面って絶対あるじゃんか。何かに負けるか、まあ、勝ち負けだけじゃないと思うけどあるわけ、まあ、就活とかもろにそうよね。全然受からなかったりするから、自己否定されるか、なんか人格否定されるとかいろいろあるわけよ。でもそういった場面で切り替える、本当の意味で切り替えるためにはやっぱり自分一回こう自分の中にあるものを全部吐き出す必要があると思ってる、涙は心のデトックスなんてよく言うけど本当にそうだと思ってて、だからもし無理を今ね心に負荷をかけて必死に我慢して笑顔を、まあ、言い方悪いけど取り繕ってる子がいるんであれば一旦出してごらんっていうのは、出したらどうって、それはかっこ悪いことじゃねえぞっていうのをねどうしても言いたくて撮らせてもらいました。はい、ということでね、まあ、今回はこんな感じです。まあ受かった方も、うまくいかなかった方もみんなそうですが、本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様、もしかしたらねその大学受験であと1年という方もいらっしゃると思います、はい、まだ1年で長いです、ね、まだこれが続くのかと、マラソンがねまだ続くのかと思うかもしれないんですが、ぜひ来年の今頃、この1年延長になっちゃったけど1年多くなっちゃったけど戦ってよかったなって思って心から笑ってやったぜって言える、そしてそのよかったらねその気持ちを込めた連絡をいただけるように、それをね待ってます。そして自分もね何かしら、まあ、ほんとちっちゃなことですけどお役に立てるように、今年もっていうか今年度もまたね今年もかやっていきますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで今回はね、受験の結果報告をしてくれたあなたへというテーマで喋らせていただきました。ここまでねお付き合いいただき本当にありがとうございました。じゃあ次回ね、次回のダラダラジオはね、まあ多分ちょっと決まってんだわ。実は3月ちょっと大事な撮影というか、ちょっと1個ターニングポイントになる、あ、みんなにとっては別に大きくないんだ、あの人とコラボとか全然そういうことじゃないのじゃないんだけど、自分の俺の人生にとってすごく大きなターニングポイントになる撮影がちょっとありまして、それについて喋れるかもしれない、もしかしたら再来週になるかもしれないけど、まあ、何かね喋っていきますので、よかったらまた次回も聞いてみてください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です、ありがとうございました。